ようやく戻ってこれましたわ。今回の任務地サルゴンはとても暑かったですわね。任務自体は簡単なものでしたのに、あの熱気のせいで体力があっという間に持っていかれてしまいましたわ。それにしても今回の任務は遠出でしたので少し疲れましたわね。シャワーでも浴びて気分転換するといたしましょう。さっぱりしましたわ。たっぷりとした湯量で浴びるシャワーはやはり格別ですわね。さ、気分も切り替えたところで早速チョコ菓子作りに取り掛かりましょう。サルゴンの市場で買ってきた現地の良質なカカオを使ったチョコレート、これをふんだんに使ったチョコレート菓子を作るのですが、何にいたしましょう。そういえば特に何を作るか決めていませんでしたわね。去年はチョコケーキでしたよね。ええ、そうでしたわね。とっても美味しかったです。ありがとうございます。お気に召したのならよかったですわ、アーミア。アーミア。お疲れ様です、アズリウスさん。いつの間にいらして。つい先ほどです。こちら任務報告書のひな形です。こちらを提出いただければ今回の出張手当が出せますので、締め日までに提出をお願いしますね。ありがとうございますアーミア。こちらを私にわざわざ。実はこちらは口実で、去年のバレンタインデーはお世話になったので、今年はアズリウスさんのお手伝いがしたいなと思いまして。わざわざそんな。アズリウスさん、今年もドクターにチョコをあげるんですよね。うん、もちろんドクターにだけではありませんが、やはりいつもお世話になっている方ですから、今年もお渡ししたいですわね。あ、でもアーミア、あなたもドクターや他のオペレーターの方にチョコを送るのではなくて？ああ、それは大丈夫です。今年はもう皆さんにお配りしました。もちろんドクターにも。なので、何でも言ってくださいね。ありがとうございます。では、アーミア、お手伝いをお願いいたしますわ。はい。では、早速。アーミア、ドクターの予定を抑えてくださいまし。はい。って、え、そんなことでいいんですか？ええ、そもそもドクターの予定を抑えることをそんなことで済ませられるのはアーミアだからですわ。多忙なあの方の予定を抑えるのは本来難しいこと。去年も一瞬の空き時間を狙ってようやくチョコレートケーキを渡してきたのですから。特にバレンタインデーのような特別な日は多くのオペレーターがドクターの隙間時間を狙っていますから、平常時より困難なミッションになりますのよ。そうなんですね。そうなんですの。ですからアーミア、何としてでもドクターの確保お願いいたしますわよ。あ、はい。ドクター、人気者ですね。ドクター、ドクター、お疲れ様です。今大丈夫ですか？休憩中ですか？それは良かったです。多分この時間なら
ちょうど書類仕事が一段落したタイミングだと思ったんです。多分論面への提出書類のチェックが終わったくらいですよね。ですよね。じゃあドクター、少しお時間いただいていいですか。実は休憩室でアズリウスさんがお待ちです。あ、ドクター、お忙しい中お呼び立てしてしまい申し訳ありませんわ。え、ちょうど休憩中だったから大丈夫？そうですか。さすがはアーミヤといったところでしょうか。あの、実は今日はお渡ししたいものがありまして、なんとなくお察しいただいているとは思うのですが。はい、こちらバレンタインチョコですわ。そうでしたの？え？ああ、そうですわね。昨年はチョコレートケーキでしたわね。あれが美味しかったと。でしたらおっしゃっていただければよかったのに。ドクターがおっしゃってくださればいつでも焼きますわよ。本当ですわよ。ドクターにはいつもお世話になっております。そう、おそらくはドクター、あなたが思っている以上に私はドクターに感謝しているのです。なんでそんなに感謝されているかわからないという顔をされていますわね。お気になさらないでください。ただ私がドクターに感謝をしているという事実をチョコと一緒に受け取っていただけると嬉しいですわ。あ、そうですわ。今回の認知で珍しいコーヒーが手に入ったんでしたわ。いかがでしょうドクター。休憩時間がまだ終わりでしたらお入れしますが、きっとチョコ菓子とも合うと思いますわ。では少々お待ちくださいね。アーミヤ。あ、アズリウスさん、どうでしたか？ドクターにちゃんとチョコ渡せましたか？おかげさまでですわ。よかったです。ドクターすごく喜んだんじゃないですか？去年のアズリウスさんのチョコケーキがよっぽど美味しかったみたいで、実は時折またあのチョコケーキが食べたいとおっしゃっていたんですよ。そうですの。もうドクターったら。アーミヤ、今回はありがとうございます。こちらアーミヤにも作りましたの。よかったら受け取ってくださると嬉しいですわ。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。さあ、あとはアリアさんやグラウにも渡さないと。それでは失礼しますわね、アーミヤ。はい、アズリウスさん。ハッピーバレンタイン。
ハッピーバレンタインですわ。